でこんな代理こんなにも使ってしまったんだよ。俺負けちゃった。世の中って本当に怖えんだよな。ただいま。今までお世話になりました。今日でこの家ともおさらばです。今日も行くか。皆さんこんにちは。リゼロが内天田です。冒頭にもあった通り家を出ました。何のために毎日生きてるのかわからないのが現状です。なんでこんな生活になったのか、なんでこんな人生になったのかって毎日考えます。3年前からこのチャンネルを始めて、毎日見てる人も中にはいて、でもたまに見てくれる人とか、最近で言ったら新しい人とか、最近だけ見ている人とか、多分結構増えたと思います。結構増えたんですけど、一旦僕の今の現状ってどうなっているのかっていうのを、ちょっと皆さんに共有しようと思います。はい。僕は、超田舎に生まれて、貧乏な家に生まれました。で、貧乏ながら、大学に行かないとこんな同じような繰り返しになってしまうぞと親に強く言われ、大学に行きました。貧乏だったんで、奨学金は当たり前に借りて、で理系だったんで、大学院に行かないと、基本 MR という、営業になったりとか、科学系だったので、そういう営業になるケースが多いので、大学院に行かないといけないっていうのがあって、大学院に行かせてもらって、もちろん奨学金っていうものを借りて大学院に行きました。大学行ったことはある人はわかると思うんですけども、月額5万5千円、年で6万円、60万円、4年間で240万円、かつ大学院では8万8千円を2年間借りてたので200万円、トータル450万円を背負った状況で、就職して、ちょっとずつ返していけるだろうなという考えで、働いてたんですけど、そこでアコムとレイクに借りて、上限100万、50万、50万で100万までいって、その時は奨学金ちょっと減ってるので、まあ、400万とまあ100万で、まあ、トータル500万っていうところまで行きました。なんですけども、その親が100万円ぐらい奨学金が利子かかるということで、まあ、親の払える範囲で返してくれていたそうですね。でそれでまあなんとかやっていこうと思っていたんですけど、現状再生回数が伸びているっていうので、まあ少し収入は増えました。公な収入を言うと他の YouTuber に迷惑がかかるんで、まあ100リンゴっていうことにしときます。それで所得税とかいろいろ考えたり、国民保険とか社会保険とか、社会保険には入れないですね、国民保険ですねとかいろいろ考えたら100リンゴあってもまあ70ぐらいになっちゃう。それでいて車、パソコンの分割、奨学金月々、携帯の分割、食費、いろいろなものが、まあ、消費していくわけですね。まあ、それで残ったのが、まあ、20とか。まあ、それでいたらいいんですけど、パチンコの経費って、負け分って経費にならないので、そのまま直でダメージくるんですよね。はい、みんなは、税理士を雇ってる会社で、社会保険も払ってもらったりとかしてますけど、僕は一人で戦っている状況なので、会社で使っているパソコンとか、会社が雇っている税理士とかのお金は皆さんかからないんですよ。でも僕はちょっと、そういう皆さんと状況が違うので、まあ非常に戦っている状況ではあります。で現在、収支がマイナス67万円。奨学金がなんだかんだ残り200万ですね。トータル260万とかなんですけど、ちょっと先が遠いっすね。簡単な話、僕が毎月5万円、年60万円払って大学院行く価値があったのかって思うと、やっぱりそんな価値はなかったのかなって思います。朝の9時から夜の1時までお金を払っているのに働かされて、かつアルバイトをしたら先生に怒られる毎日。結果が出なくても毎日怒られるし、学校に泊まるなんて当たり前。椅子に座って寝るっていうのが当たり前だったので、まあ今こうやって健康で怒られないっていうのが一番幸せなのかもしれないですけど、その他の幸せっていうものが今は見つからない状況で、何のために生きてるかわからないんですけど、まあこれをやってきたからこそ、まあ出会えた人もいるので、あと2年ぐらい頑張って YouTube の収益だけではなくて、来店でまあ10万20万とか稼げるようになったら、まあ少しはまだ楽になると思いますんで、まあ人生は積分、人生はその日の収入ではなく、まあ会社員の人ならわかると思うんですけど、将来給料が高くなるとか、まあ簡単に言ったらボーナスをもらえたりとかするじゃないですか。そういう思考回路で、まあ将来的に、まあボーナスを、まあ後半に集中させるといった意味で、まあ、20万人、30万人までいけば、まあそうやって臨時収入が入るのかなと思うと、まあ踏ん張りどころなのかなとは思います。なので、まあ、僕という人生のコンテンツを、まあ、皆さんは、まあ、もう一人の人生の、が歩んでいるものを自分の、まあ、経験として、まあ、コンテンツとして楽しんでいただけたらと思いますんで、まあ、これからも、まあ、ご視聴よろしくお願いします。はい。ということで、お腹が空いたので、飯でも食いに行きますか。キング観光。いつも、俺に居場所をくれたよな。とりあえず併設店で飯でも食うわ。飯でも食います。腹いっぱい食って体力つけるぞ。この人たちは来店ばっかり、羨ましいわ。俺負けちゃった。攻撃開始。突撃せよ。やめろよ。ユータイムまであと22回転だぞ。あと22回転絶対に当たるなよ。危ない。よし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 。アイドルマスターミリオンライブ、どうかよろしくお願いします。いきますよ。目指せいただき。いきますよ。目指せいただき。94% だぞ。90、危ねえ。ください。ドキドキ。残り6回転だぞ。残り6回転、絶対当たんなよ。絶対当たんなよ。あ、これもおすすめですよ。花のおすすめお裾分け。リーチです。ジエルハートに気をつけて。あぶねえ、助かった。ねえねえ、ニコニコさせちゃうが。もう一回94本ぶち込むぞ。いくぞ。ビヨンチャレンジ。断髪やめろよ。断髪はいかん。復活を、復活を。サンダルを戻してください。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。おかしいです。やっぱ理不尽です。パチンコっておかしいですね。あんな200分の1、大当たり確率200分の1の台を120回転から打って2回連続 U タイム。合計 380×2、760回転、当たりなし。まずそこっすよね。200分の1の大当たり確率が760回転当たりなし。そこで U タイム。U タイムは保証があるっていうだけで、U タイムに行ったらもう勝率はほぼほぼ 25% とか 30% とかになっちゃうんじゃないですかね。もうその時点で勝ち目はないっすね。今日は早期撤退の方がいいと思います。我ながら。いや、もう諦めをやっぱり覚えましたね。今日に限ってはもうおかしかった。もう気力がなかった。最後の最後、80% 継続が何回か継続してくれたら300発が何回も取れるのに、駆け抜け、ニュータイム、即 20% 取って即落ち。いや、今日に限ってはイライラもしませんわ。怒る気力がないですわ。上を向け、上を向け、上向け、上向け。人生は積分っす。皆さん、人生は積分です。面積です。その面積をどうたどるか、どのような形でその面積を実現させるか。下から上に伸び、上に伸びつつ右に伸び、下に行った時に囲んだ面積。まだ耐える時、僕自身まだ20歳、まだ耐える時、ちょっとまた考え直して三重県を散歩しようと思います。これから先、その積分の期待値をマイナスにするわけにはいかないんで、どっかに泊まるときはクソ安いところを見つけたら泊まります。車中泊で結構首ストレートネックとかやられたんで、やっぱ血栓とかできたら、入院したらその時点で大幅なマイナスなので、泊まるときは泊まります。居場所を見つけられるまでさまよい続けます。それではまた明日。パチンコはやめろ。気づく先は結局マリオンか10日だからな。レバブルカスタム、レバブルカスタムからレバブル来た。投資500円。